リーネックは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ウンターフランケン行政管区のマインシュペッサルト軍の、市である。この町は、レーン山地の南のシミアクとシュペッサルト山地東部との、間のビュルツブルグ地方、人川下流に位置している。地域の最高地点は、シュペッサルト山地内の旧アインジーデル修道院の、近くに位置する海抜448メートルの地点。最低地点は、 新川沿いの海抜164メートルである。リーネックをフレンキシェ・マリエンベイクが通っている。本誌はゲマルクングについてはリーネック単独からなる。オルツタイルはリーネックとデュルンホーフの2地区である。リーネック集落に関する現存する最も古い文献記録は790年に作成された。1168年にはリーネック派クルートビヒが リーネック村を含むリーネック博領をマインツ選定校の霊園として収めていた。現在の地名はリーネック集落の高台にあるリーネック城を居城としてたリーネック博に由来する。この博果はミッテルライン地方の断絶した家系からリーネックの名前を引き継いだ。この博果の末裔に後にこの地域で重要な役割を担ったミニステリアーレのホイトホンリーネック家がある。 城は12世紀半ばに建設された。皇帝フリードリヒ一世バルバロッサとカスティーリャアルフォンソ八世との間結ばれた、フリードリヒの息子コンダートとアルフォンスの娘ベレンゲラとの結婚を取り決めた1188年の協定書の中にカストルム・リネックの記述が見られる。リーネックのことであると推定される。この城は他の29のシュタウフェン家の所領とともに、 モルゲンガーベとして挙げられていた。しかし、この結婚は実現しなかった。この集落は1311年6月7日にオピダムとして記述されている。本市がマインツ選定校とハーナウケとの共同統治となった経緯について文献には2つの異なる記述がなされている。マインツ部分は1673年にノスティッツ博に売却され、1803年にさらに コローマンスフェルト博に売却された。その後1806年にリーネックは売信化され、アシャフフェンブルク公国に属した。アシャフフェンブルク公国がフランクフルト大公国に併合された際、ここにアシャフフェンブルク県ディストリクツメリーリーネックが設けられた。1812年、メリーリーネックには2つの農場と1つのレンガ工場があり216個2200人が住んでいた。 1814年6月3日のパリ条約に基づき、同年6月26日にリーネックは、フランクフルト大公国、アシャフフェンブルク公国と共に、バイエルン王国領となり、1814年10月1日に、創設された第二級ラントゲリヒトロールに編入された。バイエルンの行政改革に伴う1818 18年の自治体例により、リーネック氏が形成された。 リーネックは1828年6月30日から1829年1月14日まで、ラントゲリヒト・ゲミュンデンに属した。1862年に、旧ラントゲリヒト・オードヌング・オルプト、ラントゲリヒト・ゲミュンデンから、ベツイルクスアムト・ゲミュンデン・アムマインが成立し、リーネックは、その管轄下に置かれた。ベツイルクスアムト・ゲミュンデンは、1872年に、 ベチルクスアムとロールアムマインに統合された。1902年に再びベチルクスアムとゲミュンデンが新設された。1939年にドイツ国全土でラントクライスの故障が使われることとなった。リーネックはゲミュンデンアムマイン軍の27市町村の一つとなった。ゲミュンデンアムマイン軍の廃止に伴い、1972年7月1日に、 ミッテルマイン軍が新設された。この軍は10ヶ月後に、現在のマインシュッペッサルト軍と改名された。1945年3月29日、リーネックで略奪で告発された5人のソビエト人戦争捕虜が、正当な法的手続きなしに、ビルツブルグの突撃隊両団指導者で、国民突撃隊指導者のハンス・オルプの命令により、5人の リーネックヒトラーユーゲントの隊員によって射殺された。このヒトラーユーゲント隊員は、1947年の尋問の際に射殺したことを認めたが、事件当時未成年であったことから懲役を免れた。オルプは1950年に過失致死罪で5年の懲役刑を科されたが、刑務所でわずか1年過ごしただけで出生した。市議会は2015年1月12日の3回目の、 審議の後に寄贈された記念版の設置を許可し、2015年3月29日に設置が完了した。1988年から2018年までの間にリーネックの人口は2069人から1959人に109人減少した。減少率は5.3%に相当する。リーネックは1411年に教区協会の所在地となった。この町は マインツ選定校の影響下にあったため、宗教改革は足場を築くことができなかった。このため住民は、現在も、ローマイコールカトリック信者が主流である。ローマイコールカトリック教会は、宣令者聖ヨハネを守護聖人として仰いでいる。古典主義様式の教区教会は1812年に完成した。福音主義教会組織は、ブルク人の会に置かれている。 福音主義の礼拝はリーネック城の礼拝堂で定期的に行われている。中世にはすでにユダヤ人がリーネックに住んでいたことが分かっている。その組織については明らかではないが、1298年のリントフライシュの迫害により打撃を受けた。その後17世紀半ばに再びユダヤ人の名前が資料に現れ、1699年からは、 ユダヤ教組織が形成された18世紀からは有電合戦が存在しており、そこにミクワーがあった。1837年には、この町の人口1596人の6.2%にあたる96人がユダヤ教信者であった。その後13人まで減少したが、1938年11月の迫害運動でこの町を離れ、 フランクフルトアムマインに移動しなければならなかった。シナゴーグはおそらく17世紀に建設され、トーラー神殿に百7 4 8年という年号が書かれていた。1932年のこの建物改修のための募金の呼びかけ広告では1699年建造とされていた。百三十七年六月三十日に起こった損傷の際の新たな修復は、 20人足らずの教団はバイエルンイスラエル人協会連盟からの支援によってのみ実行できた。水晶の夜ではシナゴーグの内部が完全に破壊され、基礎壁だけが残った。その裏庭にシナゴーグがあった戦争記念碑前、シュロスベルク10番地の家の裏には、ホロコーストで迫害され、殺害されたユダヤ人の記念版が設けられている。リーネック市議会は、 14議席からなる。2020年5月1日からスベン・ニッケルが市長を務めている。彼はフーベルト・ニッケルとの決戦投票で63.23%の支持票を獲得して市長に選出された。当時現職のボルフガング・キューバーは決戦投票に進めなかった。歴代市長を以下に列記する。4分割。分割の中央に6本スポークの銀路は 向かって、左上と右下は、合計6本の鐘と赤の逆 V 字図形。向かって、右上と左下は、合計10本の鐘と赤のストライプ。リーネック城、リーネック旧市街の建築アンサンブル。向かって左から、視聴者、聖ヨハネス協会、コケラバリの建物リーネックは、紅葉樹林の魅力的な自然環境に囲まれている。 1990年代以末に自然保護区に指定された幅広いジンガーの谷の緑地はビーバーをはじめとする珍しい動物やフリチラリアメレアグリスなどの保護指定された植物の生息地となっている。2018年の税収は約150万2千ユーロで、このうち産業税は30万8千ユーロであった。リーネックの経済的ポテンシャルは林業と観光業にある。 現時点での経済構造は主に製造業、商業及びサービス業からなっている。リーネックの就労者の大部分は近隣のロールアムマイン、カールュタット、ビュルツブルグへ通勤している。リーネックには鉄道フリーデン・ゲメンデン線の駅があり、軍の旅客交通とバスで結ばれている。リージンベルクジャンクションによってフリーデン・ゲメンデン線と高速鉄道ハノーファー、 ビルツブルグ戦闘を結んでいる。最寄りのアイス駅までの距離は 50km である。最寄りの空港である、フランクフルト空港へは 100km である。リーネックの外れ、ゲミュンデンアムマインの方園道と地区に、SOS ドルフゲマインシャフト方園道とがある。ありがとうございます。